ングループの石野拓と申します。砂原くんです。ピエール滝です。竹ちゃんマンです。おー、僕も竹ちゃんマンです。いいな君らな。何ですか。あ、何ですか。マンです。何ですか。え、何ですか。どういうせい。さあ今週も始めましたね、レングループのドリヌキガーマン。寒いよ。はい、寒いですか。寒いです。はい、歯でも竹縄ですよね。竹縄です。普通だね。竹縄ですよ、ね。うん、桜もちらほらとね、ちらほらと咲き乱れ、はい、乱れ、うん、そして死んでいくわけなんですけども、はいはい、晴れ時々殺人ですよ。殺人です。まあ、はい、今週はあれですよ、僕たちはいろんなことやってまして、またもういよいよプロモーション期間が始まりまして、始まりましたね。レコーディングが終わったかと思うと、毎日毎日いろんな雑誌の取材を受けたりね、はい、インタビューを受けたり、テレビに出て歌を歌ったりとか、はい、してるわけですよ。楽しい仕事。そうですね。ね、はい、どうですかあなたは。タピエールさん。僕ですか、うん、もう僕はあれですよ、テレビ大好きですからね。テレビ大好き人間ですからね。大好き人間です。もう映るのが大好きですからね。集まれテレビ大好き人間ですよ。はい、だからね、もう最近あれです、午前中からの仕事異様に多いっていう。多いなぁ。6時とか7時とか言われてもさ、なんか来週、なんかこの前さっきさ、タクシーの中でな、はい、来週の滝のスケジュールをなんかこう話してるの、マネージャーが話してるの小耳に挟んだんだけど、うん、お前来週なんか夜中の3時集合ってなるらしい。マジで。マジで。うわ怖いなぁ。それは朝早いんじゃなくて、うん、夜遅いんだよ。夜遅いもん。遅すぎる。ほんと頑張れ頑張れ。頑張りますよ。頑張れ頑張れ。うわ、土曜味噌汁前にしてね。はい、ね、今頑張んなきゃ。そうですよ。今頑張ったらもう、頑張ったらもう、もうですよ。あとはないですよと。もうないですよ、ね。そうですか。ありがとうございます。ね、ということで、1曲目。え、聞いてみます。あ、聞きましょうよ。あ、ていうか歌いましょうよ。歌いましょうか。はい、じゃあ歌ってもらいましょう。滝さん。はい。え意外にテレアなんですよ。テレアなんですよ。僕にちょっとね、ドキドキしちゃうタイプなんでね。やっと発売されまして、どうなんですかね。結構並んでるよ、レコード屋さん。当たり前だよ。僕が。並んでもないと買えないんだよ、たまごっち。星さんに。もうね。そう思ってね。やっぱ、うちね。エヴァ公開初日も並んだんですか。並びました。並ぶの大好きなんですよ。ああ、そうですか。未だマリン君面白いよね。未だにホブソンズとか並んでるらしい。並んでますよ。本当に。セラーズとか。並ばなくてもいい。セラーズ。安倍ジョージとお揃いでそう、セラーズ。並んでますよ、もちろん。いいな、西川のりおも来てましたよね。あ、来てた、来てた。来てました。はい。どうでもいいんですよ。本当どうでもいいこと話してますね。すごい発売されましたよ。はい。ねえ、どうなんですか。ん、どうなんですか。どうなんですか。いや、もう大変ですよ。のんびりのんびりやってますよ。はい、のんびりやってます。今回はね、はい、この曲のプロモーションに関してのんびりいきますよ。いきますよ、はい、うん、もう早期決戦ということはないです。ないですよ。ゆっくりいきますよ。ゆっくりいきますよ。千馬さんの星影のワルツぐらいゆっくりいきますよ。ワルツですよ。長い。7年ぐらい歌いますよ、うん、あ、そうなんですよ、はい、1曲目いきましょう、はい、電気グルーヴシャングリラです。電気グルーヴのドリルキング。もういいや。はい、はい、今週もお送りしましょう、はい、下馬用の最寄りパラセルの中で、はい、歩いてくてね、ノリノリでね、はい、お送りしたいんですけど、うん、はい、どうなんですか。うん、どうなんですか。私ですか。私は最近いろいろやってますよ。何を。あ、お、え、いいか、そこは拾わなくていいか。何を。石野君が地方の M っぽいだろ。あれですよ、いろいろね、まあ、アルバムインタビューとかね、そういう電気グループ絡みもいろいろやってるんですけども、うん、ほら、いろいろやってるじゃないですか、皆さん個人で。例えばあなた DJ やったりさ、タッキー君でしたっけ、はい、あなた。僕バローギャング DJ。 バローギャング DJ。 はい、渋垣隊主演映画です。ああ、そう、渋垣隊、はい、渋垣隊、はい、それは違う、うん、違う、それは違う、はい、な。はい、とかやってるじゃないですか。これ、うん、ね、いろいろやって、最近僕ね、ゲームの仕事が多いですよ、やっぱり、うん、ゲーム絡みのね。そうそうそう、例えばゲーム雑誌からね、うん、ちょっと お好きなゲーム3本あげてくださいよとか、うん、そういう仕事、そう、取材がね、多いですよ、うん、この間の取材は目だぞ、この野郎、ね、すごいのがあったらしいですね。すごいの来たぞ、本当に想像を絶したね。その後ですよね、めっきり老け込んだのは。老け込んで、あと胸の下にデブジワが出始めたの。デブジワも出始めましたよ、うん、本当に、はいはい、いやーきつかった。だってさ、うん、某さ、うん、ゲーム雑誌最近出たよ。最近創刊された某ゲーム雑誌でさ、はいはいはい、で、なんかなんかその雑誌がさ、うん、なんか渋谷系ゲームが
来るだかっていうさ、うん、なんか夢のようなことを言ってるんだ夢にも出てこないよ。渋谷系ゲームって何ですか。なんかね、俺もわけないそんなもんありゃしねえんだけどさ、うんうん、渋谷系ゲームが来るとか言って、なんか渋谷系ゲームっていうのがなんか、あのワイプアウトあるじゃん、はい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 、とかレースモンのラッパラッパーとかさ、はいはいはい、あとデプスとかさ、うん、それのちょっとこう何音楽寄りのやつ、気の利いたやつだな、藤沢さんのやつだ、そう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 、うん、泥棒面のやつ、うん、それはさ、渋谷系ゲームとかなんか言い張っててさ、なるほどね、タキさん、スパの特集よろしく、そうそうそう、タキさん、次は渋谷系ゲームが来るんですけどとか言ってさ、うん、どうですかとか言ってさ、いや、どうもこうもって感じでさ、うん、でそういえば、タキさんといえば、ラップですよねとかってさ、うん、って感じでさ、いや、マジで。ほんと普通の編集者がパーってさ、うん、それはいつものフラッシュパパの頃でなくて、違う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 、もうマジで、あのエースのだってお前直しの TD やってる時だもん、タキさんラップマジで、うん、タキさんといえばね、ラップで有名ですよねって、俺冗談かと思ってさ最初って言ったら、うん、パッと見たらなんか真面目そうなさ、こじんまりとしたさ、産毛の濃そうなやつがさ、こっちに向かってそのセリフを吐いているわけよ。うん、それびっくりしちゃってさ、うん、それ冗談ですかって、いや、そうじゃないんですかとか言われてさ、うんうん、もうそれで一気にやる気なくなっちゃった。でもそういうもんだね。うん。これでお前なんかよくわかんねえさ、ロールプレイングゲームとかやられますとか言うからさ、うんうん、いや、最近、前は言ってましたけど、最近その時間ないからロールプレイングやりきる時間はないですね、とか言って。うん、いやでもどうですかね、こういうゲームをクリアすると、うん、なんか曲のアイデアが浮かんだりするんじゃないんですかとか言われてさ、またはぁって感じでさ、いや、そんなことはありませんよって、ゲームはゲーム、まあ面白いですけど、ゲームはゲーム、その曲は曲じゃないですかとか言ったらさ、いや、違うんですよ。違うんだ。違うんですよ。お前言ってることは間違ってる。お前は間違ってるぞ、うんうん。いや、こういうね、ゲームをクリアして、曲が浮かぶっていうミュージシャンもいるんですよとか言われてさ、誰もう、そいつを連れてこい。誰わかんねえんだけどさ、誰いるんよ、知らねえ。滝以外。よくわかんねえ。滝以外にも。うん、いるのか。どうせカジ君とかその辺だと思うんだけど。カジさん。うん。ほんで、まあ、それがよ、なんか、それ言ってさ、もう散々なあれでさ、うん、その取材自体が、マジで、で、ゲームのこと知らないんだもん、向こう、なるほどね、うん、なんとなくやってんだね、そうそう、うん、で、それでさ、これはまずいなと思ってさ、とりあえずさ、ポケットに隠し持っていった毒薬をグイーと飲んで、自害ですか、うん、本当に、余計なことは喋れねえと、喋れねえと、マジでね、本当に、さ、これで上がりました、はい、この雑誌が。はいはい、上がって見ました。見ました。ね、はい。ショックだったよ。もうすべて肯定的なところだけをこうサンプリングカットアップ。肯定的な。渋谷系ゲームなんか来ませんよって言ってんのに、うん、いやー僕はね割と音楽系のってかそういうあれで話しててさ、ね、なんか残り2人わけわかんないな、うん、と3人でさ、さも対談みたいなさ、うん、感じでさ、うん、編集されててさ、うん、そうの多いわ。多いんだ、多い。ビッグマングでも大岩先生。大岩先生です。本当に。横山康信主演の。マジでね。あれは驚いたね、本当に。まあね、そういうの気をつけないと。気をつけてもしょうがないですけどね。まあ、犬に噛まれたよ。本当にね。いやいやいや。そんな滝に捧げる曲が、マイク砂原君が持ってきてくれました。そうですね。僕、久しぶりにレコード買いに行って。ドイツの。何年、もう14年ぶりぐらいに買いに行って。ドイツのレベルなんだと思うんだけど、グローっていうところのやつで、はい、ちょっといいのがあって、はい、メイビー&ハーボーンレスシスターズでリスペクト。メイビー&ハーボーンレスシスターズでリスペクトでした。はいはい、うんうん、先週何やってましたかね。先週ビデオの撮影をやってたんですよ。あ、ビデオね。プロモーションビデオですよ。なぜかシャングリラが発売された日にビデオを撮ってたんですよね。普通プロモーションビデオっていうのはこう、はい、発売される前にこうビデオを撮り終わって、うん、こうそのシングルの発売前にこうテレビや ね、なんかでこうかかって次のシングルはこんなもんですせとなっていうもんなんだけどね、うん、まあ、アルバムがなんせ、はい、伸びのレコーディングが伸びてしまったもんですけどね、発売日に撮影をやってたんですよ。撮影やったんですけどね。プロモーションビデオなのにね。そもそも、これがね、大変でしたよ。まあでもプロモ撮りっていつもあんな感じなんだよね、きっと。あのね、我々電気グループはね、うん、まともなプロモーションビデオってあんまり作ったことないんですよね。ないですね。前回の誰だのビデオにしたってさ、うん、あれ制作費2万円ぐらい2万円ぐらいだね。2万円ってか素材は全部ゼロだよ。そうだね。もともと自分らで撮った8ミリビデオとかのね、うん、素材を
編集しただけだから、うん、あれはね編集費だけでしたからね、うん、でもその前もね撮ったりして、あのね、うん、ずっとねうちさプロモーションビデオとかビデオクリップはね、うん、うまくいった試しがないんだよ、うんうんうん、なんかいつもこう頭の中でこうね思い描いてるね理想はあるんだけど、うん、いざ撮ってこない、全然違うんだよな、うん、違うんですよね、うん、なぜそうかなっていうぐらい、お前初期の頃のプロモビデオなんか自殺もんだぞ、まあ、自殺もんですよねウィーアーとか、うんだからさ金がないとかそういう言い訳聞かないもんあれ聞かないですよね才能ないだもんあれ、 あれはねいやいや本当に、ね、でもなんかカフェ堂に、まあ、そうそうあれはまだね賞取ったんだよね、うん、なんかそうそうそうカフェ堂にはねあれですよ、うん、国際ハイビジョンコンクールで最優秀賞かなんかもらいましたよ、うん、すごい最だもん、うん、ただね、うん、ハイビジョンでプロモーションビデオを撮ってる人がね、うん、あんまりいなかったんですよ、うん、まあやったもん勝ちです、うんうんうん、まああれぐらいかな、だからちゃんと、うん、あれはちゃんと、ね、一応ちゃんと時間もちゃんとかかりましたしね、うん、その後に作ったね NO のビデオとかもまあ、うん、ボツだったしね、ボツ見たあれ一回ぐらい見たよな、うん、NO のビデオだからみんなさ NO の時のプロモーションビデオとかあの変なライブやってるやつ、俺がこうティッシュ飛ばしてるやつあるじゃん、あれがプロモーションビデオだと思ってるんじゃないですかね、ちゃんと作ったやつがあったんですか、あったんですけどね、撮影やったんだよね、うんうん、でダメだった、ダメだった、うん、それ以降もずっとねビデオは作ってなくて、はい、もうビデオはいいよ、うんうんうん、どうせうまくできねえしさやめようよちょっと拗ねちゃってな、ちょっと拗ね入ってたんですよ、うん、だからしかし今回はちょっと久しぶりにちゃんと作ってみようということで、うん、作りましたよ、作りましたね、今回はちょっとすごいらしいじゃないですか、すごいですよ、うん、えすごいですすごいですか、すごいです、 あのね、うん、こうセットを作ったりとかね、はい、あとねこうなん、うん、機材とか入れてね、普通じゃないですか、ね、普通みんなやることですよ、それがね全部金でできてるんですよ、純金なんですか、それは純金です、あそれは、はい、たお金かかってますね、確かに、まあね、滝さんの考えること違うね、違う、滝さんはラップボーラップっすよ、本当にあの本当に言えば滝さん、ね、いやでもあれ、まあその金は嘘なんですけどね、はい、でもね今回ちゃんとね本当にあれですよ、こう企画からちゃんと全部 やりまして、うんうん、で、あの撮影もね、撮影もお前結局でなんかあれなんだろ、スタジオが抑えられなくてさ、うん、そうなんか、ね、消費税が上がるってんでもうみんな急いでさ、うん、もう金の亡者たちがな、うん、逃げ場たちがもうあのスタジオを抑えて、うん、5月まで、あ、4月までいっぱいだった、いっぱいですってと、うん、でやっとのことを抑えて、ね、抑えたところで3日ですよ、うん、スタジオ、うん、マジですごかったですよ、で3日抑えたんだけど、初日がなんかそのカメラ そのカメラの特殊なカメラ使ったのは、ね、なんつうの、モーションコントロールカメラといいまして、あれですよ、あのこうねカメラってこう動いたりするじゃないですか、こう寄っていったりとか上上がったりとかするじゃないですか、そういう動きが全部コンピューター制御でできるんですよ、はマイコン世代、マイコン世代です、うん、でマイコンでやるんですけどもあれですよ、何度も何度もこう同じ動きができるんですよ、はいはい、ね、例えば今こう卓球くんの顔に寄ってって、はい、マリンの顔に寄ってって俺の顔に寄ってたら、そのストロークが全部同じくやること、同じくやること、マイコンでね、それのセッティングはよ、うん、えれー大変でな、うん、本当にあのね、普通カメラってこうね、カメラさんがいてこうやって担いでさ、担いだりとかを見てさ、こうやっての覗いてこうやってやるわけじゃないですか、うん、違うだ、うん、もう、うん、ここにマイコンを置いてさ、本当に、うん、マイコンによ、お前なんだかは数字とかバーって羅列しちゃうのをさ、うん、なんかおじさんが一人でここでさ、うん、おじさんが、ね、おじさんが知らないおじさんが、知らないおじさんがよ、ずーっとで3日間座りっぱなしでさ、うーんってやってるんだけどさ、うん、それはね、あのでもあれですよ、いざ撮ってみたらやっぱすごいですよ、結局初日はうちら朝午前中からな叩き起こされてさ、うん、スタジオ行ったはいいけどよ、うん、結局コンピューターのあれで撮れなかったんだな、うんうん、でその日初日にお前たちがやった撮影が胴上げ、うんうん、僕は学生服着て胴上げですよ、胴上げ、あの合格発表のシーン、合格発表のシーン、これ本当なんですよ、本当ですよね、はい、でマリンが、僕はねクイズ番組の司会者、うん、10秒ぐらい、10秒ぐらい、うん、それ撮ってそれで終わりですよ、僕胴上げされて終わりですよ、うん、僕クイズで終わりですよ、ね、まあ多分ね編集してうんぬんかんぬんですから4月には多分見れますかね、皆さん見れますと思います、早く見たいよ、うん、でも途中撮ってるとことか確かにすごかった、うんうん、
なんかね、こういいですよ、豪華な感じがして、うんうん、豪華だよね。ちょっとね、どんなものかっていうのを口で説明するの難しいんだよね。やっぱりちょっと見てくださいって感じなんですけどね、うんうん、あの4月には皆さん見れますんでお楽しみにということですわ、はいはい、あっそう、じゃあ曲いきましょう。ウィルプールプロダクションズ From Disco to Disco。 ウィルプールプロダクションで From Disco to Disco でした、はい、めちゃめちゃいいねこれ、すごいいいよこれ。なんだこれ、歌いのをゲラゲラ笑いながら、しかも考えながらやってるのが、みんなでやってるよねこれ。、はい、すごいいいねこれ、はい、うん、ということでですね、ハガキを、チラッと読んでみたいと。珍しいですね。来てます来てます、うん、はい、来てます来てます、はい、何年前繰り返してんだ、あ、すいません。ごめんなさい。すいません。ペンネーム、ライオンです。からいただきました。電気業務の皆様、こんばんは。こんばんは。こんばんは。お願いがあります。はい。ね、ライオンですからのお願いです。はい。金貸してくれ。違います。今年24歳になる今年24歳になる、はい、おい、今年24歳になる針が飛んでる、針が飛んでる。おい、今年24歳になるおい、今年24歳になる今年24歳になる社会人の男が、まだ小学生からの、今年24歳になる社会人の男が、まだ小学校からのあだ名、虫歯を捨てられないでおります。どうか24歳過ぎても恥ずかしくないあだ名をこの野郎につけてください。お願いします。ラジオっぽいやはがき。いいはがきです。小学校の頃につけられた虫歯というあだ名を現在24歳になるまで引きずっているという。24歳で虫歯はねえだろうと。なんか気の利いたあだ名はないですかと。ピッカリ君。ピッカリ君。はい。じゃあ次のハガキ。はい、わかりました。じゃあライオンです。ピッカリ君決定です。はい、次の話はですね。大宮市小田和正。あ、オフコースの人？すごいですよ。キャディーさん？キャディーさん？うん。来てます。滝さん、卓球さん、薬満さん、こんばんは。あ、こんばんは。こんばんは。んは、薬さんだ。薬さんです。突然ですが、こんばんは。こんな私にも、どんな私？もうすぐ子供が生まれることになりました。どんな子供？そこで一児の父である卓球さんと、はい、異母児の母である滝さんに名前を考えてほしいのです、はい、ね、名字は小田、小田です、はい、参考までにダメなのはマリ、うん、茜、うん、他にやめてほしいのは、うん、文也といえば田中文也の文也、うん、そして天久、うん、娘の場合で言うと巴、うんうん、これだけはやめてください。それではお願いします。ささやもボツです。名字は小田さん。小田さん、ピッカリ君。え、ピッカリ君。小田ピッカリ君。じゃあ男の子でも女の子でもピッカリ君ちゃんのことか、ピッカリ君とか、ピッカリ君ちゃん。まあどっちもいいよ、ピッカリ君かピッカリちゃん、わ、はい、かりました。次です。所沢市のペンネーム、石野と三浦。はい、石野卓球さん、こんにちは。こんにちは。こんばんはですね。他の皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。また、ヤクさん？ヤクさんです。すいません。私は身長168センチで、体重60キロの女性です。はい。大きいです。160、168センチ、体重60キロ。うん、女性ですか？女性です、はい。今、ダイエットしようと思っています。良いダイエットをしていたら教えてください。というね、あとメンバーさんにはデブは好きですか、うん、ということです。良いダイエット、うん、なんかこれ前滝さんが提案してた子なんですけど、周りを太らす、周りを太らせる。そうすると自分が痩せて見える。はいはいはい、うん、周りを自分以上に太らせればよしと。おごるの大事だよ。人におごるの、ね、大事だから、なるべく甘いもの、純粋とかそういうの。純粋ね、純粋とかね、バイキングとかに食べさせてみましょうということでした、はい、ということで、この電気グルーヴのドリリ君側ではおはがきを募集しております。で、宛先は郵便番号 102-80 東京 FM 電気グルーヴのドリル君側、そして電子メールでも受け付けております。DRILLKINドリルキングアットマーク TFM ピリオド CO ピリオド JP です。聞いてください。はい、曲です。ですね、これはこの人はもうケビン・ゴドレーっていう人がいて、元 10CC の人で、ゴドレー&クレーム、なんですけど、 10CC を辞めて、このアルバムを作るために 10CC を辞めたらしいんですけども、うん、これ聞きにくいですけど、ちゃんと聞くと面白いです。ゴドレー&クレームでホノルルルル。天使のゲームコーナー。どうもー。さあ、ゲームを持ってこさせたらこの人です。笹谷さんです。どうもこんばんは。今日も楽しいゲームを持ってまいりました、笹谷です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしく。よろしく。気合入ってますね。はい。
というわけで卒業シーズンも終わりました、うん、今ね皆さん春休み中かと思うんですけれども、はい、そんな時にですねあの卒業といえばなんか回想とかね昔のことを思い出すとかっていう時にあるじゃないですか、うん、いろいろねあの頃懐かしかったなとかね、うん、そういうことを思い出す時期にぴったりのゲームを持ってまいりました、うん、今日はナムコさんから14年前にね遡ること14年前ですよ14年前なんだ13年か、ね、すごいあの一世を風靡したシューティングゲーム、はい、ゼビウスというのがあったんですけれども、はい、そちらをですね、うん、今回いろいろ収録集めいろんなあのアレンジバージョンですとかいろんなものがあるんですよね、うん、実はゼビウスという名前の、うん、それを一手に集めた、はい、ゼビウス 3DG プラスというですね、はい、ゲームがプレイステーション用で、本日発売しました、はい、それをちょっと持ってきました、はい、ぜひちょっと今プレイしていただこうかなと思ってます、はいはいはい、もうちょっと詳しく言いますと、はい、ゼビウスというのは当時あのアーケードゲームセンターにねあのあったものを、うん、スーパーファミコンじゃないファミコンですね、うん、ただのファミリーコンピューターに移植した時に大ブレイクしたものなんですけれども、はい、それからもう14年も経って今となっては、はい、上から見下ろした型のこうピン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 打つだけではなくて、うん、3D というくらいですから、うん、立体的に見せているというシューティングゲームに発展した最新バージョンのものと、うん、このその初代とそしてスーパーゼビウスというですね、うん、その翌年に出たですね難易度を高めたものとかですね、うん、ギャラクシアンとかですねファントムとかっていうですね、敵さんの、メカが新しくなったものが収録されている、はい、でゼビウスのアレンジメントっていうのがあるんですけれども、うんうん、これはですねアーケード版のナムコクラシックボル1っていうのが、うん、ゲームセンターのところにあるんですけど、そんなのあったの？あるんですよ。あったんだ。あるんですよ。それをですね、アレンジしたもの、オリジナル版のアレンジなんですよね。グラフィックの改良とかですね、時期のパワーアップ、敵キャラの追加などなどというものが収録されています、はい。で、これ何より画期的なのは、これちょっとワイド画面でやっちゃうともうね、申し訳ない程度なんですが、うん、縦画面で収録していると、うん、いうことで、これはもう本当アーケードでやっていただいた方っていうのはね、うん、思い出していただければ涙涙涙涙という、ね。はいはい。まあこれはもうぜひ、ね、やってみましょうよ。やってみましょう。お前これちょっと今これ一番最初の初代ゼビウス14年前のゲームですね。やります。マリンがありますね。すごいな。おい今日タケノコとかあんま生やせんだろ。生やせるよ。タケノコタケノコタケノコとワンナップ、ね、ワンナップ。まずこれオリジナルのメッセージですね。右側を。ああ、そんなの知らなかったわ。あの偽物はデッドコピーって出るんですよ実は。あ、そうなの。本物だけはちゃんとオリジナルプログラム。そんなのよくご存知で、素晴らしいですね。それ知らなかったわ。びっくりしちゃった今。14年ぶりに。まあ、そのさっき童貞だったから。当時ねこれありましたよね。なんかこう裏技で無敵になるとかっていうのが当時いろんな本に載って、どの本に載ったかによって売り上げ部数が変わるくらいって言われてた。それくらいすごかったんですね。この辺になんかあるんじゃなかありませんでしたっけ。もうちょっと先、もうちょっと先でしたっけ。すごいですね。今初代のこのゼビウスをプレイしていただいてるんですが、このね音楽、この音楽が初めて確かあれでした、アレンジバージョンとして CD とか LD じゃないや CD ですとかになって、アレンジバージョンが世に発売されたゲームミュージックとして認められた初めてのソフトだっていうふうに記憶してるんですけども。そうですね。いや懐かしいなぁ、ね、これカレーヌードル食いたい。この音がね何とも言えませんね。ね、今これはシューティングゲームということで、本当撃って敵を倒していくというものなんですけれども、ね、いろんな多くのですね家庭用ゲーム機に移植されましたんで、でナムコミュージアムで以前紹介したこともありましてですね、家庭用で初めて完全移植版という形で、まあ、今回全てその裏技等も全部何もかもアーケード版と一緒という形で移植しておりますという感じですね。で、今回一本にまとめたということで、まあ、4種類のゼビウス、スーパーゼビウス、ゼビウスアレンジメント、そしてゼビウス 3DG というこの4つのゲームが一緒になって遊べると。一緒に、まあ、全部いっぺんにプレイできるわけじゃないんですが、一本のソフトで楽しめると。うわ懐かしい。今のワンナップしましたね。時期が一気増えるという。アイスとか食いながら聞いてるのに。すごいですね。でこれもう本当当時のね、裏技等が、数々の裏技等がですね、そのまま収録されてますんでね、はい、まあ、ちょこっと紹介すると、まあ、ゼビウスのノーマルモードいろいろあるんですけれども、うん、先ほどのね、オリジナルモード、オリジナルだったらそのオリジナルが出るとかっていうものは当然移植、あれはもともと入ってたものなんで、移植してますと。でゼビウスアレンジメントにはエクストラエリアがありますとかですね、マニアモードとかですね、
ね、ゼビウス 3DG にはですね、鉄拳のキャラで平八とかですね、ポールとかなんでそれ、そういうのがいるんですけれども、うん、まあそれとかでクリアするとエンディングのムービーが変わるとかですね、うん、であとネジコンを使ってこれプレイできるんですけれども、ネジコンを使ってプレイした場合、ネジコンをひねるとですね、自分のプレイヤーキャラのこの飛行機がですね、ひねりひね、ねじれます。あ、はたはた、ワンピース出ました。あ、オッケーです。すごいですね、その場所まで覚えてるっていう、はい、きっとこれ聞いてる方ね、懐かしい音楽が流れてるんじゃないかななんて思っていただけると思いますが、はい、はい、で、はい、まあ今ですね、文字情報としてはね、いろいろ流してますんで、見えるラジオお持ちの方、当時を懐かしみながらご覧になっていただければいいななんて思ってますね。はい、新しい本のね、情報もね、流しておりますのでね、ぜひ。いいですか、新しいやつだ、新しいやつの、とりあえず今のゼビウスってやつ、今のゼビウスをですね、やってみましょう。タイトルに、タイトルリセット、これはですね、もうイエスと、リセットして、はい、これはですね、画期的ですよね、すべてのゲームをですね、プレイできるように、ナムコミュージアムと同じように、各ゲーム間をですね、スムーズに行き来できるようになってます。うん、じゃあ、3DG を行ってみましょう。これが一番新しいやつ、はい、なんだ。はい。ゼビウス 3DG ですね、うん。やってみて、はい。やってみます。はい。で、初代ゼビウスは、1983年に出ました、うん。で、スーパーゼビウスが1984年。で、ゼビウスアレンジメントが1995年。はい、このゼビウス 3DG というのはですね、去年出ました。はい。で、これ、2人同時プレイが可能で、全7面ということですね。あ、そっかそっか。わ、はい、かる、わかる。なんとなく。気持ちは。もう、簡単に最初はですね、その初代ゼビウスの面を 3D にしたようなステージになってるんですが、はい、もうテイストは全然違いますね、これ。あ、何これ、パワーアップアイテムを取るっていうことなんです。3方向になってます、ね、自分パワーアップするんだ。そうです、そういう形で進んでますね。はい、ポリゴンじゃないですか、これ。これポリゴンなんだ。ポリゴンですね。なんだっけ、ポリゴンのゼビウスのやつあったじゃん、さっき。ソルバルーだ。あとあれもなかったっけ、ナムコのあそこのワンダーエッグにある乗って撃つゼビウスってやつもなかったっけ。あれはあれ、あの乗って撃つゼビウスってあれギャラクシアンでしょ。あれギャラクシアンか。でもソルバルーっていうやつあったよ、確かに。ありますね、ソルバルーってやつ、ね、うわ確かに。うわ、道が敵、道が敵頭悪い。まあ、今地面の上にですね、あった道路っぽいものがですね、いきなりこう空中に浮かんできて、ね、行く手を塞いでくれるというですね、そういう感じでしたね。懐かしいこの中ボス的なこのね、基地みたいなものがですね、かなり攻撃が激しいと。あ、アンドアジェネシス来ました。ああ死んじゃった。これが一面のボスキャラですね、当時の。あ、一回じゃ死なないの。真ん中をやればコアをやっつければ一発でいきますよ。コア やってない。打ってません、ね、今コアをぶつけた。で終わりました。本当はこれがゼビウスやスーパーゼビウスでは一面のボスキャラということでしたが、うんうん、そうですね。ところが 3DG になるとですね、ちょっとステージが崩れて、なんか足つきのタカアシガニのようなやつらが出てきましたね。アンドアジニシスアレンジバージョンみたいな感じですね。カニのような歩き方をしてる。爪のところにですね、あるその爪の先っちょにあるですね、砲台みたいなものをやっつけて。あ、うまい、うまい、うまい、素晴らしいですね。一発で真ん中のコアをやっつけて、はい、一面クリアという感じです。あ、はい、あ、これ懐かしい。何だっけ、飛んでくるやつ。シューティングダウン 50.6%。 はい、エリアガードクリア9.75%。なんでうまいんだろうね。三、はい、類もののということでも、はい、ゼビウス 3DG プラス、はい、本日5800円でナムコさんより発売ということです。はい、なんか渋い顔をしてじーっと眺めてた、はい、もう素晴らしいですね。これ以上のゲームはないかもしれないですね。本当に、まあねね、うん、そうだと思います、ねね、はい、もうシューティングファンね、ぜひぜひぜひ。よく寝た。でもこれ実際に買う人ってやっぱり当時やった人とかは多いんで、多いです、ね、圧倒的に、圧倒的に多いと思いますよ。そうだよね、まあやるだろうだって家で。多分ね、なんか新しいのやるよりはこっちやっちゃうかもしれない。本当このパッケージを見た時に、おお、これがあのゼビウスかって言った時のね、マリンさんが非常にいいなって思いましたけどね。はい、俺もやるよ、これは。やるよ。みんなでやろう。みんなでやろう。はい、ということでですね、今日は
ちょっとだけインフォメーションがございまして、はい、最近プレゼント尽くしですが、はい、来週のですね、土曜日、日曜日にですね、うん、東京ビッグサイトの方で行われます、はい、東京ゲームショー97年春というのがあるんですけれども、はい、そちらのですね、無料招待券の方を、はい、先着で皆さんにプレゼントしたいなと思います。先着なんですか？はい、はい、ちょっと期間がですね、来週なものですから、はい、早めに送ってもらわないといけないんで、わかりました、急いで送ってくんなましって感じですね。はい、これをですね、先着順で、50名ぐらいの方に来ていただきあげますと。あげますと。宛先は郵便番号12-80東京 FM 電気グルーヴのドリルキングアワー、今日は笹谷、はい、ラブでしょうか？ラブ、ラブですか？笹谷ラブ。これは応募人数減っちゃいますよ。大丈夫です。俺は出すよ。俺も出すよ、うん、ありがとうございます。僕も出す、ね。はい、無料招待券優先的に。はい、わかりました。ということで、どしどし応募してください。はい。ということで、以上、天使のゲームコーナーでした。どうもはい。電気グルーヴ、ボルケーニックドラムビーツを聴いてもらいました。はい。これアルバムの曲はこの番組で初公開です、ね、そう、こっそりかけました。こっそりかけました。黙ってかけちゃったから。ね、今回この番組でもちょこちょこっとね、こうアルバムの曲、アルバムね、はい、エースの曲はかけていこうと思うんですが、うん、まあ、これね、このあれですよ、アルバム、このエースに関してはね、アルバム、うん、これ買ってください。うん、っていうのはね、っていうのはちょっと頭から CD で通して聞いてみてください。うん、そうすると初めて見えてくるものもありますんでね、うん、これバラバラで聞いてどうこうっていう、うん、まあそれでもいいんですけども、うんうん、全体通して聞くとなおさらこう、うん、面白みもしますよという。まあそうですね、しますよーだ、します。あ、浦部、今年はこれでいきます。すごい今凛々しい感じで言ったんですよ。浦部ですよ、負けるかって感じの顔で浦部ですよ。ファイヤーアクトです、ね、そうですよ。ということで、電気グルーヴの、はい、ニューアルバムエースから、はい、ボルケーニックドラムビーツ聞きましたけども、はい、これ4月のじゃねえや、何言ってんだおめえ。それじゃあフェッツライブ、はい、5月の14日に出ますんで、はい、まあ、よろしくということですわね。はい、はいはい、そして、うん、何ですか今この聞こえてるこの曲は。はい、この曲はですね、僕たちマネージャーのね、はい、道下君っていう彼がいるんですけど、はい、彼のテーマ曲でもある、はい、ハーバートの今もうレジデントっていう、ね、ブースの向こう側でも歌いまくってますけどもね、はい、これね、ビデオの撮影の合間ね、夜中とかもう眠い時にね、これに合わせてマンキー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 ってな、自分で勝手に歌詞をつけて歌ってたのよ。歌詞が面白くてね、これが面白くてね、これね、ボーカルが乗ってないね、うちのマネージャーのミッチのボーカルが乗ってないバージョンなのが残念なんだけどね。ぜひこれはパウダーとでもリリースしよう。まあ、もしくは皆さんもご自分で、そうそうそう、マンキー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 、こういうね、マンキー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 、こんな感じ。で、滝よりうまかったんだよこれ。マネージャーの方が歌うめえってどういうことだ。アナ優子じゃないんだからね。はい、ということで聞いてください、ハーバートレジデント。電気グルーヴのドリッキングアワー、フューチャリング国枝田中。お前噂だって、あ、お前それやるって言ったじゃん。何、あ、モノマネをやってる。モノマネ、風邪ひいてるから来週やる。あんま似てないから、うん、今、うん、風邪ひいてるし、もっと似てないからさ、あ、来週体調のいい時に、来週じゃあオープニングで、オープニングでやってくれるんですか。フューチャリング国枝田中、国枝田中で、はい、頑張ります。はい、今週もお送りしました電気グルーヴのドリクンアワーでなんです。何言ってんの。言ってんのか全然わかんないですよ、あなた。ごめん、まあ、私はお話したいよ。あ、もっとわかんないですよ。ベタなことやりますね、あなたもね。というわけでね、あれですよ、グリラさんも発売されて、シャングリラ、はい、通称グリラ、グリラさんもねですね、発売されまして、まあちま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 テレビにも出たりしてますんで、はい、皆さん、もし見かけたら見てくださいと、はい、いうことですね。はい、はい、そういう感じですか。はい、まあ、シングルシャングリラよろしく、よろしくというわけですわ。あとね、砂原くんもよろしく、まあ、砂原くんを真っ先によろしく、はい、お願いします。ということで、お相手は電気グルーヴ石野卓球と砂原くんとピエール滝でした。また来週。